はい、どうもハッピーバレンタイン B でーす。どうもー、ピソツを進めていきます。なんかだいぶタイミングがずれたけど、まあいいや。ピソツは今バレンタインロビーバージョン、バレンタインバージョンになっております。いいですね、なんか女の子って感じでお正月はすっかり消えましたね。はい、ということでバレンタインバージョンになったらしーちゃんがまた現れたんで、緊急企画、しーのクライアントオーダーをやろうということで、しーちゃんのクライアントオーダーをまたやりたいと思います。早速話を聞きましょう。ちょっとさっき一回話しかけちゃったんだけど、こんにちは、あなたアクセオに合格、ちょっとお願い聞いてって言われたんだけど、しーちゃん今回はかなりセクシーだねこれバレンタインバージョンなのか。バレンタインって言ったらもっとあの可愛い洋服かと思ってたけど、まあいいや。で、火山洞窟探索のクリア、クリアランク問わず、30分以内にクリア、これはねノーマルしかないねノーマルの火山洞窟をやりましょうか。まあ受けましょうこれをはい、ついに来たね、この時が。そう、バレンタインだよ。チョコをプレゼントするあれだよ。やっぱりね、私ぐらいのイベントプランナーになるとすっごいアイデアが必要なんだよね。そうなんだ、だからお願い、アイデア出しのお手伝い、手伝いをお願いできないかな。なんか火山洞窟でビビッと来そうなの、モニター越しでも見ていればきっと何かすっごいのが思いつくはず。ということで火山洞窟に行ってきます。またね、またね。まあ、30分以内にクリアすればいいということなので、そしてクリアランクは問わないらしいので、ノーマルで速攻ボスを倒して終わらしちゃいましょうか。フリーの火山ノーマル、今回はバレンタイン企画なので、ハッピーなバレンタインを、よし、 OK、 よろしくお願いします。じゃあ早速行ってきます。はい、じゃあ早速ボス戦行こう。ボスの元へと、ということで着いたんでボス行きます。キャー、目標達成、お疲れ様でした。よーし終わった、超余裕、13分だもんねやっぱノーマルは余裕だな。よし帰ろう帰ろう帰ろう さあじゃあ帰ります。はい、しーちゃん発見、しーちゃんすぐ終わったよ。こんにちは、こんにちははい、レーベル上がった、超もらえる経験値、お疲れ様。いい感じいい感じ、ビビッとアイデア浮かんできたよ。はい、じゃあこれ依頼の報酬、また何かあったらお願いするよ、よろしくね。私はこのままアイデアの実現に突っ走ってくるから、それじゃ。何を思いついたんだ。まあ早く終わったんで次受けましょう。どこでも長持ちチョコレート、火山洞窟エリアにいる新色格付き竜族が対象。なるほど、5匹ね、 OK、 はい、やあやあこんにちは、おかげさまですっごいチョコを生み出すことができちゃったよ。今時のチョコレートには美味しさや愛情だけじゃなくて耐久力も必要だからね、多分
ということで、次はこのチョコのテイスティングならぬテストをやってみたいんだけどな。そう、ズバリ耐久力テスト。火山洞窟みたいな過酷な環境でどれだけ長持ちするか見てみたいの。むちゃくちゃなテストだってことは百も承知。お願い、この通り。おう、確かに火山洞窟チョコ持ってったらすぐ溶けそうだよね。またね。ということで行ってきましょうか。画面が重い重い。そんなに行かせたくないのか。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ火山洞窟到着したんで、新触覚付きの竜族を探しに行きます。おー、いた、一匹目発見しました。ほらよし、おー、2匹目発見しました。よし、おー、3匹目いる。あ、もう1匹いる。4匹。あれもうこれじゃない、こいつで4匹。これ変な、花咲いちゃってる、頭に花咲いちゃってる。4匹目、 OK、 来たー、5匹目。4匹目来たー。ほらほら、よーし、終わったんで帰りまーす。はい、帰ってきました。じゃあしーちゃんに報告しましょう。こんにちは。こんにちは。はい、お帰りなさい。さーて、運命のお時間、チョコの安排はどんなもんかなと。嘘、やった、うまくいってる。形は崩れてないし味も大丈夫。これでテストは完了だね。それじゃこれがお礼だよ。また何かあったらよろしく。大丈夫だったんだ、すっげー、すごいチョコだな。次は確かね4つあるんだよね。なるほど、レベル15以上のキャタドランが対象。尾っぽにある水晶を破壊して撃破すると一定確率でドロップ。なんだって。確かね、しーちゃんのクライアントオーダーを4つあるので、とりあえず一旦ここで閉めます、切ります。ではでは、多分同時上げしてるかもしれないけども、また続きからやりたいと思います。